やーラギドンですよね。今日もやっていくんですけどね、今日はねこちらレトロチャレンジやっていきたいと思います。こう何を組んだらいいかわかんない、そんな人のためにねデッキを持ってきました。こちら、ラバエリババ、これ今ねこの環境に存在しているテンプレなんですけど、枯渇とか、まあ、迫撃に関してはまあ、柳波よりもデリバリーが入ってくるんですよ。なんですけど、それがないので、やっぱこう、そういう系にも勝ちやすい、ラバが結局強いのかなっていうところで。さあ、まあ、ただ、こちらレトロチャレンジなんですけど、まあ、最近まではね、こう、新しいカード、ヒースピだとか、まあ、ハンター、まあ、そこら辺が、まあ、やっぱ覇権を握ってたんですけど、まあ、やっぱりね、今の環境、エリババですから、環境はね。そう、だから、まあ、やっぱエリババ必須かなって思いますね。うん。さあ、ここは、つけていく。これザップで消えそうじゃない?熱っ!熱すぎ。はい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 。美味しいですね、これは。まあ、とりあえず普通にエリクサ貯めて、スケルトン部隊とかちょっと投げ気味で行っていきながらも、よいしょ。さあ。まあ、ここ別にこのターン折れなくても、ここのね、ラバでめちゃくちゃ辿ってるんで、次のターンでね、ぶち折れると思います。私、ここで折ったら、なお、美味しいですね。さあ、エリババ来ましたね。これ、無視していい気がすんな。無視して後ろから組みましょう。これ、めちゃくちゃ取ってますね。エリババで相手釣ってからの、今、三角を出してるんで、多分、7アドぐらい取ってるはず。だから、体感この、あれですね。無料ラバっすね。俺がちょうど10コスになるぐらいの時に相手が出すんじゃないかなと思います。まあ、出すかはわからんか。ほら、もうはい。これで、5アド。6アド。ああ、ちょうど。ちょうど7アド。さあ。いや、これマジ、エリババね、後当てしたユニット全部に勝つんでね。で、3ガを切ってるから、ここは来ない。オッケーオッケー。ザップ切ったんだったら、ここに出しましょうか。で、ワンチャンネクロ来るから、これにディガ飛ばして、よいしょ。来ない。さあ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 、オーケー。ザプリーズ切ったらもう、空タイムよ。はいはいはい。はいはいはい。まあ、あとはネクロに5打つだけかな。ここら辺全然当たんない。お、来た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 、おいしょ、 IGG。よし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 。まあ、こんな感じですね。ラバ結構強いと思う。そしてこれね、スケミ入ってるから、まあ、枯渇とかに対しても結構強いんですよね。そう。さあ、鍵を手に入れる。これはでかいですね。無課金の人からしてもこの鍵結構でかい気がする。さあ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 、まあ正直スキャミは防衛の要なので待ちたいですね。まあエリババで守るのもいいんだけど、やっぱここ8枚ラバとかしてその逆サイ攻めてきたのをスキャミだけで全回収するみたいな有名のある話もねしていきたいところですね。まあこういうベビーとかの範囲ユニットのタゲを取ってからちゃんとねこのように丁寧に出していく、素晴らしい。そしてここインフェ溶かしました。ケツラバですね。まあ、こう逆サイ来たら、まあ、エリババで守れる。で、まあ、同サイ来ても、まあ、ベビドラかエリババで共有しながら守れるのって最高ですね。しかも相手はインフェがない。ワンチャンこのチャレンジ、インフェを積んでくる人が多いかもしれない。そう、インフェが強いなと思ったのは、理由があって、その、ロイホグってか、まあ、親衛隊がいないんですよね。そう、なんで、なんかね、こういうチャレンジ、強いと思う。インフェ。だから、このラバのパーツが欠けている人、まあ、ディガーがないとか、ラバがないとか、まあ、ドラドラどれかがないとか、まあ、スキアミエリババあたりはみんな持ってると思うんで、そうですね。まあ、そこら辺がない人は、やってみてもいいかもしれないですね。インフェ系。よいしょ。まあ、なんですけど、このデッキがやっぱ強いかなって感じますね。はい、ということでね、即席で組んでみました。まあね、この、ギャングもいないので、で、そう、でもね、今、マザネクとかもいないから、やっぱこのスケアミがめちゃくちゃ強いと思うんですよね。まあ、なんでね、この枯渇でやっていきたいと思います。やっていきましょう。まあ、これですね。まあ、初手8枚プリンね、していいですね。いや、このチャレンジね、皆さんに言いたいことがあって、ホグがめちゃくちゃ弱いです。っていうのも、まあ、このデッキ、このチャレンジ多分、その、エリババ、もしくは、ま、スケアミとか、か、ま、施設、トルネ、どれかがやっぱね、入ってくると思うんですよ。でそうなった時に、やっぱりこの、ホグっていうカードがね、簡単に守られやすいと思うんですよね。そう、だから、ホグいない読みのこの枯渇、なんですけど、いましたね。
ただ使うのは絶対おすすめしません。ジャイとか三重士とか、まあ、ホグとかはこのチャレンジでは結構弱いんじゃないかなと思いますね。一応ザップ打たれた時用にね。これ間に合わねえのかこれ。なるほどね、深いっすねそれは。はい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 、いや美味しいっすね。いやホグバレルかめんどいな。ウッドはあんま切れないっすね。そしたらここはナイトで抑え、バルキリーもいたね。なるほどね。はい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 、よいしょ。紛れさせアイスピ、さあいいよ。ここでバルキリー切らす。もう一枚ねこっちにもどっさくんで、まあ、真ん中高めウィザードとかかな、かエリババか。なんでまあここはナイトで受けて、いやーこれだる、めちゃくちゃだるい。まあいっか、これ攻めよう。これ強要です、勇気な強要。いや痛えなー正直。あ、オッケー、バレル切ったんでこれはウッドで。オッケー、バレル用にユニット残しといたんですけど、相手が防衛で裂いたんでね。ここは防衛に使っていきます。これ、ウィザード来そうだな。うん。ちょっと溶かしたいですね、ウィザード。いやー、クソプリンが。さあ、アイスピバレル行って、いいよ。まあ、オーケー。いや、めっちゃいる。プリン量産し、ここで止める。来ますね、ホグかババが。ホグかな、置いていい気がすんな、これ。いやー、マジか。オッケー。固めて、オッケー、ジジイ。いいっすね、いいっすね、いいっすね。まあ、枯渇もね、ギャングがないから、いつものテンプレの枯渇が組めないんですけど、まあ、スケアミで代用ですかね。さあ、まあ、ディガーがやっぱね、でも強いような気もする。ディガー系が強い、まあ、迫撃も強いんだけど、まあ、迫撃を使う人も少なそうだし、まあ、ホグ、ジャイ弱いし、さあ、これはプリン。まあ、スケとかコウモリで、まあ、コウモリは無理か。スケで対応されたら速攻アイスピ当てれるようにね。いや、これむずいなぁ。どうしよう。スケアミ先当てるか。うわ、だる。だるすぎる。オッケーオッケー。でも、これは絶対インフェ溶かせるんで。よいしょ。オッケー、いいっすね。いや、プリンめっちゃ入ってる。これでプリンに対して、オッケー、カード切ったら、これ無視してバレル行きましょうか。これアイスピだけ当ててもいいか。オッケー、これめっちゃ入る。うわー、マジ？いや、これは、ウッド切ってるので、5入りぐらい出し前プリンして、スキャミでちゃんと守れるようにしましょうか。オッケー。ここでバルキリーとか来たら泣く。まあ、ある程度なら許容したいですね。ガチか、やば、無視。どうしようかな、これ。低めにネクロが来そうなんだけど、4、5、いや、ネクロここら辺に、ちょ、読みロケット打ちたいけど、さすがにさすがに場所当たってたけど、怖いっすね。やば、ナイトで竹取ったつもりなのに。まあ、これ、まあ、来て取るねぐらいなんで、まあ、ライトニングなさそうっすね、この感じ。ふんふんふん。ちゃんと今みたいな範囲でね、竹取ってから行くのが大事なんだけど。よいしょ。まあ、こいつにはね、シャアなしなんでね、インフェかロケット当てるしかないんで、まあ、シャアなしロケットですね。まあ、ウッドあったから、オッケー、美味しいですね、これ。よいしょ。ここでウッド使ってほしいな。使わない。いやー、これなー。当てます。
やっちまった。いやでもこれロキ打てばいいな。危ない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 。いやでもこれさー、どうしよう、これバルーン用にちょっと残そうか、許容しよう。ここはライトニングとか来たらちょっと嫌だけど、バルーン用にインフェ残したいですね。 OK、 これはロケ回るんで OK、 まあしっかりね念入りに OK、 完璧、よし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 、さあ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  OK、 いいですね、 GG。はい、ということでね、ラバでやっていきます。まあ、ラバの方が、ちょっとデッキを組むハードルが高いので、まあ、インフェ枯渇の方が、まあ、ちょっと簡単かな、組むのが。まあ、なんで、カードがある方を組めばいいと思います。さあ、これは、ラブかばせていって、そして、これあれですね。相手が、巨石弱くなったんで、これタワー許容できるんですよね。なんで、ここら辺で出してあげて、爆入ってもいいですね、これ。カウンターだけ、このバッカー食らわない位置に出す。よいしょ。これなんかでカバーしてきたらザップ打ちます。さあさあさあ。いいですね。これは。オッケー、打っと。まあ、これは折れたんじゃない？オッケー、いいですね。やっぱこの後当て後当てが強いですよね。ダックプリみたいに、こうなんか範囲攻撃のやつは、ちゃんとタワー殴ってからスキャミ当てる。そこに呪文咲いたら、ラバ部隊が止まらないっていった感じで。これ無視でいいっすね。うん。OK。もしなんかつけてきたら受けようかなと思ったんですけど。こういうのちゃんと無視して、ラバが手札に回ったら、すぐラバを出すのが大事で、2倍タイム入る前の方が、やっぱ形っていうのは止められにくいので、そうですね。ラババルーンとかだったらまたね、話は変わってくるんですけど、俺はラバディガなんでね。で、これインドラですね。これ、エレキ切ってるんで、あいつ潰していってあげて、さあ。いや、これでも、回りそうですね。うん、そうだね。なんで、ここは一回防衛に徹しようか。いや、ただ、これ、ベビドラで守ろう。スキアミしか陸行きがないときに、巨助で攻められたらね、ちょっと嫌なんで、ここ巨助、しかも、こういう場を攻めて、巨助的陣で溶かしたいな。あ、オッケーオッケーオッケー。それならまあ、しかも竹取ってないからさ、これ多分勝つんだよな。うわー、これは、そのファイスピは誰？いや、ファイスピちょっと強いか、さては。ファイスピ強そうですね。まあ、これ走る前に囲んじまえばいいんで。オッケー。よいしょ。走ったら、でもファイスピがね、ファイスピじゃねえ、ダックプリが走ると、スキアミマジね、2、3体持ったな。4、5体しか残んない。マジバーンって叩かれてね、全部いなくなっちゃうんですよね、ほんとに。さあ、これはベビドラもつけて、リガーつける。OK。まあ、相手のデッキがなんかわかんないですね。通ったと思わせての、逆ユリババー。オッケー、いいよ。まあここはディガー防衛もあるので 1-0 プランでいいですね。普通にダックプリが来るから、まあ、ワンチャンウッドが来る。オッケー、左は無視でよくて、オッケー、いいですね。GG。さあ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 、まあこんな感じでね、許容しながら攻めの形を作るとね、相手は守りながら攻めるしかないから、そうなった時に、まあ、逆にね、こう、巨助ダックプリエレキとかの形だったら、スキャミで止まんないんですよ。ただ、巨助単体とかダックプリ単体だと、やっぱスキャミで止められるんで、まあ、ちゃんとケツラバシ攻めながら守るっていうのが大事ですね。さあさあさあ、I am Jackson。いいですね。俺もジャクソンなんでね、ちなみに。さあ、とりあえず、ここはケツラは行きたいと思います。手札が完璧なんで。いやー、これは最悪。いや、最悪ではない。ザップがないことを祈る。ザップなければ最高です。これは最悪から最高になります。いやー、最高です、これは。GG。いやー、これですよね。スキャミの杖とか、マジ3コスでこんなに止められるカード、スキャミ以外ないんでね。いや、ここはちょっと待ちたいそうですね。で、これは相手入りババ切ったんで、ザップの入りだけ貯めて、同じようにね、スキャミだけで守られたりしないように。ここは行きましょう。ここはインダラとかベビダラつけても、まあ割と抑えられちゃうんでね。ラバエリババの形マジ強いですからね。審判っすから、本当に。これベビダラ。つけていきましょう。で、ここはね、ディガーでいいかな。相手ワンチャンギリギリ。オッケー。まあいいか。これで、ね。これエリババにたぎってないから、めちゃくちゃ入りますね。やばいやばいやばい。やばいやばい。折れる折れる。
強すぎこいつ。マジゴリラっすねこいつ、マジで危ねえ。オーケーオーケー、いやいいっすね、これパス買っとけばよかったな。よいしょ、さあどんどん行きましょう、飛ばしていきますよこっから。さあ相手レベルなんか多分8が多いっすね。この走る前に挟むのが大事ですね。まあこれ、まあプリンス単体攻撃なんで挟む必要ないんですけど、まあ今の位置に出すとダックプリとかメガナイトが来た時にも挟めるので、これ範囲攻撃を食らわないんですよね。単体に殴らせることができるから、まあ医療は豆知識として割といい知識でありますね。さあ、なあ、それはめんどくさい。ペキニングはだるいんで、ちょっと後ろから入っていきます。まあここね、ベビドラ頭かぶせて、いや俺の頭かぶせて土台すんねんって話ですよ本当に。いやちょっと樋口くんになっちゃいましたね。さあ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 、とりあえずこれでオーケー、 GGGG は嘘。さあネクロ、ベビドラ、ペッカープリンス、いや非常にめんどくさい、まあ、ただこれプリンスに対してスケルトン部隊をまあ出していきましょう。オーケー、でこれ今度はね、読みウッドとか来たらちょっと嫌なんで、ギリギリ。この位置だったら、もしザップ撃たれても、別にいいんですよね。あ、オッケーオッケーオッケー。ここら辺でヤナメ撃たれると、そのプリンスが残った時に、走り込まれちゃうんですよ。カツンが入っちゃうんですけど、ここら辺で止めとけばね、別に消されても、プリンスのダッシュは入らないんで。まあ、ここら辺エリババ行きましょうか。で、ネクロ来てもいいように、ベビドラ追加。うわー、そのペッカはちょっと美味しいんじゃない？エリババベビドラで全部溶かしそうな気配はあります。いやー、ファイバー美味しい、マジで。マジで美味しいですね。マジのやつ、これは。さあ、これはインダレ溶かします。さすがにこうエレキとか来ないと思うんだよね。OK。さあ、OK。倒せよ、絶対倒せよ、ネクロ。お前スキルうませんな。うませんな。OK、OK、OK、OK。いや、いい。いや、これ勝ったんじゃない普通に。ヒギっていいっすか、ヒギ。これマジ強いから、これ。さあ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 。止まんないよ、止まんないよ、これ。オーケー。いやー、ジジイ。オーケー、ありがとうございます。さあ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 。これね、真ん中ジャイスキャミとかやるんですけど、まあ、エリババでもできるんでね。最後のダメ押しにおすすめ。さあ。さあさあさあ、いいよん。ダメ押しだったのかな。最後の一押しですね。一押しおすすめ。俺の、高校の野球部の監督の名前もひとしでしたね。ひとしとちょっとかぶっちゃいました。キャラが。ひとしかぶり。さあ、行きましょう。いやー、それはだるい。だるみ。ダルミザワ明美ですね、これは。さあ、とりあえず、これは、まあ、一旦ステイかな。コスキアミとかちょっと足したい気持ちは。プリンエリ切ったからね、ちょっと足したかったけど、まあ一旦ステイサム。うん。これプリンの竹取ったんで、スキアミでいきます。よいしょ。まあ、これエリキかな。お。まあ、いっか、別に。エリ来そうな気配。来てくれ、来てくれ、来てくれ。いやー、まあ、ザップ打ってもよかったな、これ。打ったらめっちゃやりそうだった。まあ、これはアド取ったんで、ケツラッパでいきます、ラッパで。相手はナイト切ったんで、これ、エリババラバが止まらない気配がしている気がします。メガニキとかなかったらいいんだけどね。さあ、エリアドも4ぐらい取ってるから、ここは一気にいっていいはず。よいしょ。これ、エリババ1体タゲ取られるんですけど。シャーナサーですね。いやー、いいファイボかと思ったら、ファイボから生まれてくるタイプ。ファイボからパピーが生まれるタイプでしたね。生まれるタイプのファイボ。消すタイプじゃなかったですね。さあさあさあ。まあ、ここもザップとかでタゲチェンしてもいいんですけど。まあ、どうせエリキが来るんで。まあ、それでエリキ引き出してもよかったか。あ、でもここで出てきた。美味しい。これ、ケツインドでいいな。
よいしょ。はい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 。よいしょ。ここちゃんとね、あの、インドラのリセットかけさせないようにして、おお、そっちに。はい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 。いきまーす。5切ったんでね、ここはもうぶっ詰めタイムですね。さあ、まあ、プリンがどっかに出てくると思うんで。うわ、めっちゃ守る。うわ、スキャン見て。やば、バカほど消えた。まあでもこれは、さすがに GG じゃない ?OK! 完璧です。ありがとうございます。いや、これレトロチャレンジ超余裕でクリアできそうだな。全然今んとこ危なくないですね。さあ、ラストいきましょう。まあ、エリババさえ使っちまえばみたいなとこあるよね、本当に。しかも、グラチャレほど相手が強くないので、やっぱり、この普通のチャレンジ、俺がやってきたメガデッキチャレンジとかの方が相手強かった気がする。なんで、まあ、これ普通に簡単にクリアできそうですね。まあ、これはラバ合わせます。もし逆サイ攻めてきたら、ちょっと3エリぐらい貯めてエリババでね、守ってカウンターすればね、両サイドブチブチに折れるんで、おすすめしですね。変にベビダラとかザップで守らず、エリババで守る。これがね、勝利のフーティー式ってやつはですね。さあ、ここは一旦、被せていく。いや、だるい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 。いや、非常にだるい。だるさしかない。どんくらいだるいかって言われたらだるさしかないですね。これちょっとネクラを潰したいですね。ちょっとネクロさえいなければええみたいなとこあるんで。OK。スキャーマーで。いや、ザップあんのかーい！あ、樋口くんが。俺の中の樋口くんが出てきちゃいました。いや、これどうしようかな。めっちゃ迷うね、これ。エレキとネクロマジめんどい。てか、ネクロ多いな。マジで多い、ネクロ。まあ、こちらはですね、これ。うわ、最悪。いや、これでも、インズラーでぶち転がしてから、1枚引き出させて逆サイラバーで、11交換しますか、これ。バルキリーまだ回んないよね。おっと、泣いてんな、てめえ。てめえ、やったな？やるかんな？どれがいいか今のうちに選んどくぞ、俺は。さあ。いや、でもこれ守るべきなのかな？うわ、これは捨てでいいです。捨ててこパンツでいいです、これは。この捨ててこ捨ててこっていう感じで、この捨ててこは捨てていきます。いや、でもこれやばいな、ちょっと。やばい、負けそう、非常に負けそう。頼む、エリババ、お前の気合で。よし、でかい。よし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 。ここで相手のセーブを守っていく。とりあえずちょっと後ろから入りますね。ここケツラバしたら負けるんで。お？ 4 アド取ってる。これ行きましょう。で、絶対これインドラに。いいですね。はい。よいしょ。バルキリー持ってこい。OK。さあ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 。いくぞー！ああ、GG。グッドゲーム。危なかったですね。さあ、ということで、今日はね、レトロチャレンジ、完全攻略でございます。まあ、最初に、おお、すげえ震えてる。ああ、これでかい。これはでかい。さあ、ということでね、まあ、これ無料でもらえる報酬としてはマジでめちゃくちゃでかいんで、ぜひやってみてください。まあ、デッキはね、映すんですけど、まあ、これ、そして、こっちの枯渇ですね。まあ、この枯渇でも結構ゴレとか、大型、まあ、ペッカですね。まあ、バルーモなんだけど多かったんで、まあ、簡単にクリアできると思います、どっちでも。ってことでね、今日の動画はこの辺で終わりです。また次の動画で会いましょう。バイバイ。